はい、皆さん、また大キャノンが映画村にやってまいりました。はい、ついにですね、帰ってきました大キャノン帰ってきましたって大変な話ですけど、はい、またね、鬼滅のイベント、今日のお仕事さんをですね、体験しにやってまいりましたので、さあちょっと早速、チケット交換していきます。はい、なんかね、今日はこういうなんか吉原遊郭の夏の夜遊びみたいなのがやってるみたいな、ちょっと行ってみたいですね。はい、そしてグッズも紹介されております。そしてね、なんか年間パスポートもあるらしいですね。いやー、これもね、なんかもう何回も行くんだったらね、ちょっと欲しいですけど、デザインだけちょっと、でも結局このね、今日のお仕事さんの、はい、こちらのインフォメーションの方で、グッズの引き換えをしてくださるということなので行っていきたいと思います。ではグッズ引き換えできました。煉獄さんのうちは気に入りましたよ。はい、というのがちょっとお昼ご飯食べてないんで、食べたいと思います。結構混んでたんですけどね、なんとか入れましたね。さあ、お、すごい、こちらがメニューですね。特製コースが13種類多いですね。全部リアキャラです。ミニキャラとかね、いろんなコラボやってるんだよね。はい、じゃあちょっと頼みます。こちらの地図とですね、あとはこちらなんか夜の夜だが暗くなって花魁道中とかになる時のやつなんですね。しかもコースターも夜限定のやつがあるということなんで、いやもうこれ夜までいるしかないでしょう。はい、では来ました。水の呼吸11の方、なぎラーメンです。いやこれすごいっすよ、色が本当にラーメンなんですかっていう感じですけど、ちゃんとトッピングしたいな。チャーシュー全然、うわ青い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 、ほうれん草ってことは家系大好きね。ジユーさんをこの日に、はい、できました、なぎラーメンです。いやすごい、ちょっと食べてみましょう。ね、麺も青い、マジでラーメンってスープがすごい絡んでるんだけど、よくわかりますね。うん、味はこれなんだ、え、これ何、でもなんか豚骨に近いと思います。すごいんですね。あ、コースター開けてなかった。コースターは、おー、伊之助今んとこ被りやす。はい、じゃあちょっとね、また食べていきたいと思います。ちょっとチャーシューとして、チャーシューも青くなってきた。本当に家系かもしれない。うん、うまいね、この色の割に。うわ、ギユさん、ギユさん、じゃあちょっとゆっくり食べたいと思います。はい、こちらのね、会場への到着もすごいですね。行きましょう。すごいです。鬼滅のグッズショップが別になってる。もうなんかすごい。このピンバッジもある。もう何やつがある、富岡の距離間違えてる。
すごいね、セットで買うとこれがついてくる、やばすごいですね、このアクスタとこの缶バッジは全部買うとついてくるやつがあるんだよね、セット購入特典、やばいな、いやこれ結構欲しいんだけど、ありましたね、はい、これさ誰かカルピス置いてってねやめてくれよ、じゃあ行きましょう、感じろ、あ、嘘、マジかよ、なんでなんで、あーちょっと二重になっちまった、いい感じだけどな、ちょっとミスったけどまあいいや、仕方がない、ちょっとですね、この緊急指令というのも4つあるらしいんですけど、ちょっと1つに挑戦してみたいなと思います、さあいよいよ展示会場の方に今から行きましょう、はい、こちらの映画文化館にですね、はい、あるんですよ、別の、はい、展示があります、いやすごいですね、入り口で、ね、この子たちが迎えてくれて、ミズコだけ樽に入ってます、ね、これもこだわりですか、これか、これ箱か、樽かと思ったら箱だ、あの背負ってる箱みたいになってる、一応すごい、中行ってみましょう、すごい階級シールがもらえて、これをまず貼るみたいです、さあ階段にはすごいっすよ、これマジで、最初に出会ったんです、すごい、煉獄さんのようにもっともっと強くならないと、ここはお弁当屋さんです、すごい、お弁当屋さんがあります、ここはあれだ、標本館です、
はい、ここはですね、機能回復訓練の場所です。すごい、マナオがいます。そして、遊郭編。あ、すごい。あ、西編から無限列車、遊郭まで。はい、これで一応上の展示は終わりです。もうなんか階級が書いてある。遊郭編は名場面がありますね。お、なんかすごい戦いをリアルに再現したコロスの決戦。伊之助が発見した萩本屋から同じですね。トンネルをくり抜けろ。大輝が誘拐した龍ですね。炭治郎を救ったネズコの超えた蹴り技。ここが胸胸トンネルです。この中をじゃあ行きましょう。あ、出てきました。よいしょ。おお、出ると。ああ、そこだ。捕まってるとこですね。なんだこれ、これどうすんの。できるわけですね。まさかの演出コーナーがありますよ。ガラポンはなんかもらえるんだな。すぐなり投げまたありますね。あ、ありがとうございます。はい、はい、あ、まだありますね。遊郭に潜入せよということで、行ってみましょう。あ、こっちですか。富士の抜け道という、なんか、あ、映ってますね。これなんか夜の方がいいかも。なんか映ってるけど。だから富士の抜け道なんですね。うん、これは鬼に食われたのか。なんか妖怪ばっかりの像に来たけど、鬼じゃないけど。抜け道を抜けるとどうなるの。お、なんか鈴井さんがいました。ここですね。ここが遊郭です。こちらが遊郭のところですね。愛憎渦巻く夜に平和眠る夜に。あ、ここに時戸屋があるんですね。時戸屋入ってみましょう。あ、これはあれですね、炭治郎が持ってた荷物です。荷物を持ってみようだって。いや、無理でしょ。吉原のなんか門みたいな感じになってますよ。あ、萩本屋さん。これあれか、善逸が働いてる。あ、三味線だ。
紙一重は大事だよ。おお、こんなところにスタンプがありました。やりましょう。よし、これでスタンプが、完成です。全部揃いました。うずいさんありがとう。道獄屋ですね。お、イノスケがぶち抜いたところ。講義屋、他ですごいです。はい、こちらでもコラボメニューが出ていまして、すごいですね。有麺で1200円。やば、さすが。今日はこちらがですね、うずいの派手派手かき氷ということで、わあすごい派手派手ですね。いやでも美味しそうです。もう喉乾いちゃってる。じゃコースターは、おお、富岡さんでした。この被んないうちにやめよう。早速買ったクスタを使いました。じゃあ行きます。いただきます。おお、美味しい。いやこれはうまいですね。うん、うまい。いやこれはちょっと暑い日にはうってつけでしたね。正解だったな。うん、うまい。これはこちらのですね、すごくレトロな喫茶店で、はい、熱喫茶隊の漆黒カレーと遊郭吉原ドリンクになります。そしてコースターがなんと根塚水木さん。え、待って、これもしかして、はい、コースターなんかいい感じでキャラ揃ってますね。いろいろまあちょっとデザイン的にはまあちょっとあんまりこのオリジナル絵が少ないけど、オリジナル絵これだけだけどね、いろんなキャラがみんな揃いだした。あとですね、さっきの最終指令の方も無事クリアして、このブロマイドをゲットいたしました。はい、こちら来ました。喫茶隊漆黒カレーと、ね、吉原遊郭ドリンクですね。いや素晴らしい。いや漆黒カレーマジで黒いから、ご飯まで黒い。喉が開いてる遊郭ドリンクになります。うん。これしかも懐かしのナタデココです。はい。なんか刀はこれなんだね。さっきのうずいのかき氷にもあったけど。じゃあ漆黒カレーいただきましょう。もう、ウーも黒い、米も黒い。なんか味はでもすごいコクのあるカレーですね。こんな味なんだ。色とかどうやって変えてんの、なんかあんのかな、方法が。肉も入ってる。卵はなんか鬼殺隊の太陽です。味方の太陽。うん、うまい。はい、ごちそうさまでした。これ、ね、意外と辛いですね。
スタンプラリーが全て溜まったので、こちらで景品と交換してもらえるので行きたいと思います。はい、ではですね、夜になってきたのでナイトメニュー頼んでみました。吉原特製ちらし寿司、鬼のコースター、夜特典特製コース、夜限定ですね。さすが鬼です。そして、スタンプラリーの景品もねもらってきました。このスタンプ貯めたので、はい、こちら今日のお仕事3の缶バッジ、これ前回ね今日のお仕事2の缶バッジだったので、ちょっと私1の頃はねそこまで鬼滅にハマってなかったんで行かなかったんですけど、これまた揃いました。じゃあちょっとちらし寿司が来るのを待ちましょう。はい、来ました、吉原特製ちらし寿司。いやー、もうなんか吉原のねなんかなんていうんですか、きらびやかさを表しているピンク色ですね、上のご飯がね。さあコースター誰でしょうか。おお、赤座です。赤座が当たりました。どうなるんでしょうかね。ちょっとあと1個ぐらい買おうかな、夜特製のやつ。じゃあちょっといただきましょう。もったいないですね。よし、よし、うん、感じの酢飯で味がついてて美味しいですね。うん、これすまし汁ともよく合います。お塩で出てきそうだ。やっぱりですね、このエビを食わねばならないというね、エビ好きとしては。いただきます。うん、うん、意外とプリッとしてます。してないかと思ったけど美味しいです。いや、吉原の高級ちらし寿司感が出てて美味しかったです。あとね、もうちょっとあと1個ぐらいメニュー食べて帰ろうと思います。ちょっと夜はね飲めます。あとね2時間半以上待たなきゃいけないので、ちょっときついですね。じゃあ最後にですね、こちらの光る鬼氷を買って、帰りたいなと思います。もうね最後に帰る、はい、光る鬼氷だって。ちょっと本当に光ってますね。ユータロウさん、ユータロウとダッキーが揃いました。やりました。